それで松本ジョージが委員長となって書いた松本草案、1946年マッカーサーに提出する、戦争終わったのは45年の8月ですから1年も経ってね、書き上げて明日明後日にマッカーサーのとこ持ってってこれでいかがでしょうかというと、その2日前に新聞がスクープしまして、これをドサッと出しちゃう、そうするとすぐ GHQ はこれを英語に訳して、マッカーサー元帥こんなものが出てますよと、マッカーサーそれ読んで、はい、これ終わり。